タミヤのね、オットーカリウスのさん の, あのフィギュアセットについている兵隊さんの顔をですね、こちらの顔の方をねちょっとね、しっかり彫り込んで、いい感じにできる限り頑張ってみたいと思います。とりあえず現状の確認をしたいと思います。今、先ほどのライブビューでね見ますと目は今こんな感じなんですね。で、注意したいのがこれ目玉じゃないです。これ目じゃないんですね。これはね目玉だと思うと間違いなんです。これ目玉じゃなくて目袋って言いまして、目玉の下のその袋の部分、 目を覆ってるパーツの状態なんですね。正しくはこっちもそうなんですけど、多分造形するときにこうギュッとなんかで押さえたんでしょうかね。こうポコッと丸めたところにギュッと押さえたようなちょうどね形になってるんですけどね、これ違うんでね、目ん玉はここに本来来るはずなんですね。ここにね、はい、それをしないといけません。ですんで現状目玉がないのでここにねシアノンを盛り付けてやってみたいと思います。目玉ってねこう頭蓋骨がありまして、こうまあ骸骨がこうありますよね。わかります？こうありますよね。こうありますよね。で、目玉ってこういう穴ね、黒い穴があるじゃないですか、骸骨の。ここにね、コロンって入ってるんですね。こういう感じで。コロって入ってるわけですね。こうやって入ってると。で、この入ってるものを、まあ、動かすためのいろんな筋肉がついてるんですけど、こういうふうにね、こうかぶさってるんですね、上からこんな風にね。横から見るとよくこういうね、なんかその絵あるじゃないですか、保険の授業とかでねやってると思うんですけど、こうこんな風にこうね、こんな絵あるじゃないですか、こうなってるんですよね。要はこうなってるんですよね。こういう風になってると、こういうことですね。こうなってるんですね。こうかぶさってるんですね。で、上目まぶたと、なんかこう、こんな感じなのかな。で、こんな風に、ちょっとなってるんですね。面って。こういう風になってると。これをね、再現します。で、先ほどの状態はどんな風になってたかっていうと、なんかもう曖昧なんですね。もうなんかこうなって、なんかただくぼみがあってみたいな、なんかもういい加減な状態になってるんで、ちゃんと目玉を作って、上まぶた下まぶたもちゃんと作ろうというのが狙いになります。